寿司屋の土屋の愛席いいすか。この番組は新しい技術で街づくりをよりよく進めるスマートシティ、略して寿司の取り組みを様々な事例を紹介し、全国の皆さんでその進め方について考える、そんな番組です。はい、今回はですね、内閣府の、経済社会システム担当というところでですね、2019年から取っておられる満足度、生活の質に関する調査報告書2024、我が国のウェルビーイングの動向というものについてご紹介をいたします。これ何なのかというと、この経済社会システム担当というところはですね、まあ、いわゆるあの骨太の方針ですとか、あの改革工程表ですとか、まあ、そういう経済と社会のですね、あの関連について、まあ調査ですとか、あの全体の方針や考えたりしている、そういうところなんですけども、まあ、この我が国の経済社会状況について、GDP だけでなく、満足度や生活の質に関する幅広い視点から、ウェルビーイングの動向を見える化するということが重要であると。で、こうした観点から、社会的指標である生活満足度、まあ、これを生活に満足しているかというものを0点から10点で自己申告していただいている。こういうアンケートですとか、あとは関連する仕事や家庭の状況、生活実態の動向を把握するために、この満足度、生活の質に関する調査というものを2019年2月から開始をしたということです。今回ですね、2024年8月にこの第6回調査というものが行われまして、その調査結果ですね、これが報告書ということで取りまとめられているというものです。で、実際にはですね、1万人へのインターネット調査をされていて、でうち5500人は前回昨年の調査からの継続の回答をしていただいているということなんだそうですね。で、この総合的な生活満足度を13分野別の、分野別の満足度ですとか、あとは回答者のですね、基本的な属性ですとか、まあ、仕事や家庭の状況によって、まあ、主観的、客観的の両面から、まあ、ウェルビングを多角的に把握しているというものなんだそうです。この13分野というものがですね、どんなものがあるかというと、例えば家計と資産の満足度ですとか、まあ、住宅の満足度ですとか、あとは介護のしやすさ、生活の楽しさ、面白さなどですね、幅広い観点で取っておられるということですね。で、この投稿どうなのかというと、まあ、昨年、一昨年に比べると、まあ、徐々にちょっと、微増しているというような形ですね。で、特に非正規雇用の方 の生活満足度というのは2021年からですね、まあ、0.3 ポイントぐらいですけども、まあ、上がっているということですね。これ10点満点で、まあ、0.3 ポイントなので、まあ、割と以前にだんだんですね、上がってきているという状況は言えるのかなというふうに思いました。で、他どんな情報アンケートを取られているかというと、まあ、年齢別に取られていたりですとか、あと点数別分類、まあ、よく7点あたりをですね、まあ、取られる方っていうのが多いんですけども、まあ、そのあたりが一番ピークできてきているというようなことですね。まあ、これもだんだん高いポイントをですね、出された方っていうのが結構増えてきているというようなことだそうです。はい、あとはですね、生活満足度を判断する上で、どんな項目を重視しているのか、まあ、この13項目のうちですね、どれがまあ大事なのかということを聞いていたりですとか、または過去、現在、未来の動向ですね、5年前を振り返ってどうだったかとか、まあ、5年後にですね、どうなっていそうかみたいなことを聞いておられるということですね。あとはまあ働き方、転職とか起業ですね、をした時の満足度みたいなことでございますね。はい、まあ、はい、で、こう転職の意向がある人とそうでない人のですね、満足度を取ってて、まあ、転職の意向のない人の満足度が最も高いみたいな、まあ、まあ、今ね、こう転職する気ないというのは、まあ、今おられるところがね、十分満足しているということで、まあ、まあ、その通りなのかもしれないなとは思います。あとはですね、生涯を通じた就業意向と満足度ということで、60歳をですね、過ぎた方々でも、まあ、働き続けたいと考える人はどれぐらいいるかということで、まあ、実に7割ぐらいの方がですね、働きたいというふうに考えておられるということなんだそうです。はい、
ということで、この、まあ、働き方みたいなところと生活の満足度ということをですね、ちょっとこう両方見た上で、まあ、比較分析しているものということで、まあ、これは過去からですね、徐々に比較しているようなものなんかもありますので、ぜひご覧いただけたらと思います。はい、で個人的にはこの13分野というものですね、この分類で取ってるんだというところがですね、過去から の経緯かと思うんですけども、結構興味深く思ったところです。はい、ということで、満足度生活の質に関する調査報告書、2024というものでございました。はい、ご参考までに。